南の島の。こんにちは、アップルストア銀座にようこそ。ちょっと聞きたいですけど。お客様。はい。そちらは iPhone5S のゴールドではないですか。そうです。お使いいただきありがとうございます。いえいえ。この機会に iPhone5S スペースグレー 64GB に機種変更してみてはいかがでしょうか。いや、なんでですか。嫌ですよ。さようでございましたか。大変申し訳ございません。それではその理由を具体的にお聞かせいただけますでしょうか。いや、いいです、いいです、いい。大変申し訳ございません。お客様、今いいと何回おっしゃりましたでしょうか。いや、メモしなくていいから。ありがとうございます。聞きたいのは僕の方なんですよ。あ、お客様、大変申し訳ございませんが、アップル製品以外の質問に関しては受付しかねますので。だから iPhone 持ってんでしょ。お客様、店内ではお静かにお願いいたします。何なの、お前何なの。お客様、大変恐れ入りますが、それはこちらのセリフではないでしょうか。何、喧嘩売ってんの。いえ、当店ではアップル製品を売っております。あのさ、あの指紋認証タッチ ID ってあるじゃないですか。はい、風の噂に聞いております。なんでその程度なんですか。ご質問は何でしょうか。これってすごく便利なんですけど、冬って手袋つけてるじゃないですか。はい、さようでございますね。じゃあ例えば外で iPhone 見たくなったらどうやってロック外せばいいんですかね。はあ、はあ、手袋外せばいいんですか。ああ、どうなんですか。ああね、ああどうなんですかね。少々お待ちくださいね。待ちまーす。待ちまーす。バイクに来て。はい、皆さん大変お待たせいたしました。 iPhone5S の長編レビュー動画その5なんですけれども、今回はカメラです。iPhone5 と iPhone5S のカメラを比較していきたいと思うんですけれども、最初にざっと説明しておきましょう。まずは明るさを表す F 値なんですけれども、 F2.4 から F2.2 ということで少し明るくなりました。そしてセンサーサイズも iPhone5 から 15% アップしました。センサーサイズはでかければでかいほど綺麗な写真が撮れるので、これはとってもいいことです。次は手ブレ補正機能なんですけれども、この手ブレ補正は iPhone5S のメインカメラで写真を撮るときに働くデジタル式のものみたいです。4枚の写真を合成してなんかいい感じにするみたいです。そして焦点距離は 33mm から 30mm ということで、ちょっと広く撮れるようになりました。そして写真の連写機能なんですけれども、 iOS 7にすれば iPhone5 でも iPhone5S でも連写はできるんですけれども、1秒間に10コマ撮れるのはこっちだけです。あと、その撮った後の写真の扱いも少し違うので、また後で説明します。そして iPhone5S だけでできるスローモーション撮影、これは120コマで撮って30コマまで落とせば4分の1倍速までゆっくりすることができます。そして iOS 7にすれば iPhone5 でも 5S でも使える機能なんですけれども、動画撮影中のデジタルズームに対応しました。これはですね、3倍ぐらいまでキュッとズームできるみたいで、動画をよく撮る僕からしたらとっても嬉しい機能です。はい、それでは以上の点を踏まえながら iPhone5 と iPhone5S のカメラを比較していきたいと思います。はい、 iPhone5 と iPhone5S のカメラを比較しております。どうでしょうか、どっちが綺麗でしょうかね。はい、これはどうでしょうか。これ太陽の方向けた時の感じとか違いますか。はい、これはデジタルズーム3倍まで一気にアップしたやつです。これどうですかね、引くとこんな感じ、ずいぶん違いますよね。そしてこれも3倍で撮ってます。池の感もね、結構寄りで撮れる。でね、 5S の方がちっちゃいと思うんですけど、これね、画角が iPhone5S の方が広くなってるからこういう違いが現れてくると。あと色味もちょっと違いますよね、こうやって写した時にね。ほら、これ画角違うでしょ、岩の大きさ違うでしょうね。はい、今メインカメラで撮ってます。僕の声どう聞こえますでしょうか。どうでしょうか。もともと iPhone5 のメインカメラで撮るとちょっとマイクがこもる感じがあったんですけれども、どうでしょうか、どうでしょうかね、どうでしょうかね。はい
はい、続いてはインカメラのマイクです。インカメラのマイク、どうでしょうか、僕の声聞こえますでしょうか。うー、映りはどうでしょうか。インカメラで撮りながら歩いてます。子供たちがいっぱいいるのでね、ちょっと U ターンして引き返そうと思います。完全に不審者ですからね、僕はね今、こんな感じ、インカメラで撮るとこんな感じで違います。どうでしょうか。55枚。17枚。はい、連写機能バーストモードを使って撮影された写真のカメラロール内での扱いなんですけれども、 iPhone5 はこういう風にですね、1枚1枚バラバラになってしまうんですけれども、 iPhone5S ではこういう風に1個にまとまります。だからカメラロールの中が同じ写真でいっぱいになるってことはないんですね。これ見てみましょう。こういう風になっていて、下のよく使う項目を選択というところを押すと、1枚1枚ですね、こうやって確認することができます。これ100枚でも200枚でも撮れるみたいです。こうやって動かすと面白いですよね。下についてるチョボありますよね、このチョボ、これなんかね、ベストショットを自動的に選択してくれてるみたいです。一応これベストショットらしいです。これベストショット、あと、これもベストショットらしいですね。でこれもベストショットっていうことみたいなんですけど、大丈夫かな iPhone5S。